KW レジデンス日本橋です。デザイナーズですね、これね。緑豊かです。ではでは、中入ります。マンションの共有部分に自動販売機がありますね。これは便利だ。これは便利だ。順番に行きましょう。ドアが閉まりました。 4LDK の D、 E、 D、 D タイプ。あ、なんか真っ暗ですね。あ、あります。 4LDK の D タイプです。まずはシューズボックス、入り口から行きますね。エントランスがクンクン、木目の匂いするね。クン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 、行きます。 4LDK ですよね。すごいウッドの模様が。やっぱりそこだけ取り込んで、そこがカラス出るウォシュレット。ヒート部屋目、左回りでちょっと撮影していきますね。左回りで、蓋部屋目、ね、と噛みそうになりましたね今。蓋部屋目はちょっと窓が下までないんですね、これね。十分な広さありますけど。蓋部屋目、次が3部屋目。クローゼットが左側にあるんですね。おお、なるほど。あ、ちょっと閉じる外れて、来ました。リビング、来ました。リビングです。引き出し開けましょうか。はい、開けます。全部開けます。全部オープンにしますね。こんな感じですね。見えますかね。なるほどですね。次は左側に回ったんで、ベランダどれぐらいあるか回りましょうか。広いな。和室部屋、これでお部屋最後ですかね。 4LDK なんでね。和室です。次リビング、もう一回
もう一度。次、室内洗濯機置き場。収納。シャンプー、ドレッサー、広々。浴室広いですね。うん、広い広い。